よーし。で、多分これまず右に来るから、右にアタック。で、これ右でさ、ずっと、あれだったらいいかな。で、攻略法としては、ここにこうして、ここに待つ。で、こう避ける。どうこれ。こうやって、ここに待機しとっていけば、こう避けれる。いいね。ただ全然敵に当たれん。安全策を取りすぎると。じゃあ、こうかな。真ん中3つかな。じゃあ、あえてこう。ああ、ダメだね。ああ、全然ダメだね。超安全じゃん。これすると、俺が避けれなくなっちゃう。よし、さあ行くぞ。まずはこっち来る。相手の攻撃を読みながら、動きを読みながら、これでいける？よし。で、多分これ右に来る。いいね。で、これ多分左に来る。いい読み。危ないから一旦待機して、こっち右来る。よし、いいね。危ない。危ない。あー、くそ。あの飛びが邪魔。これはね、やばいね。これ、右来る。爆弾の時間を完璧に読み切らないと、こいつには勝てないな。あ、やべ。こういって、ドーン。ここ。確実に飛ぶ。この、ここで逆側から行っても死なないな。相手が2マスによっても。あ、これね、ダメなんだよ。逃げつつ、これは場所悪いね。ここだな。こっちに逃げつつ爆弾を置く。これです。よし。さあ来たの。うわーおー、 BGM かっこいい。なんだこいつ、超強いじゃん。え、なにこいつ。うわ、なにこいつ、やべえ、時間かかる。え、なにこいつ、やべえ。こいつずるい。え、これどっから。やべえわ、もうやばいゲーム来ちゃったわ。これ危ないわ。危ないわ。よーし、これポーズのさ、あれがあるんだ。よーし、さあ行くぞ。なんだっけ、あいつか、くるくるするやつか。しゃ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 。さあ、いつ爆弾を置くかよな。ちょっと止まる時があるのか。 1?2?3?4? あ、わかんねえな。止まる、うん、こういう時に止まるっていうだけか。じゃあこうか。何？わかんねえな。この辺か。わかんねえ。うわあ、ちょっと足りんな。爆弾を置きまくればいいっていうわけでもないもんな。お、危ねえ。あー、マジかよ。これやばいな。これやばいっす。よーし、来た。さてさて、まずこいつをどうするかなんだよ。全然わかんねえんだよな、こいつの戦い方が。ここまで来るのに30分ぐらいかかるな。わー、しかも一発だけ食らって終わりなんだよな。斜めで移動するか。早く爆発してーやん。うわ、厳しい。これどうしたらいいんだ。あー、やめてー。
どうしたらいいんだこれは。相手が早すぎる。ここです。よし、相手が早い。何発当てればいいんだ。早い早い。ちょっとここで待って、ここで待って。よし、あーダメだ。うわ、死んだかと思った。ほら、くー、わー、なんだこいつ、わかんねえな。早く逃げすぎても斜め移動されるのが厄介すぎる。だからといって爆弾を早めに置きすぎるのもダメ。ここです。ダーン。マジかよ。ここ、よし、こい、くー、こい、よし、来た。俺が爆弾当たるかもぐらいで爆弾置いた方がいいんかな。ダメだな。ここ。俺が爆弾当たるー。なんであいつ止まったんだ。え、いつも止まるんか。いや、早い時早い。あ、結構ランダム、ランダム性。ありきですかー。ちょっと逃げるの早い。あと30秒しかない。一発かますしかない。あー、びっくりした。あー、かましたら死んじゃうんだよね。マジかー、厳しい。でこっからやろ。やば、ちょっと見て、でもちょっと見て、ちょっと上手くなったら見て。だいたいこいつは50秒ぐらい倒せるんだよ。50秒ぐらいね。で、それで感覚をね。あ、やべ、よしよしよし。これ一発またあんの結構厳しくて、こいつにねダメージ食らうことめちゃくちゃ多いんだよな。もうって言った時にはもう遅いんだよな。一発食らっちゃうんだよな、こいつには。どうしても、どうしても一発食らっちゃうんだよ。あ、やべ、ミスった。めちゃくちゃミスった。よし、これで一回終わりで、この時はだいたいね一回食らっちゃうんだよな。でこの辺で使って、あーそう、うまいとこ見したかったな。ちょ待てよ、こいつをねまずノーダメージで倒したいんだけどね。こいつの吐き出すやつがね結構ランダム性で避けづらいんだよな。近づいてきたりすると厄介なんだよね。こいつ5発当てたら多分死ぬと思うんですけど、多分5発。うおらね、これね、これ避けづらいんだよ。普通にこいつに死ぬとき負けるときあるもん。あー、こんなん、ほら、こんなん避けれないんだよ。無理無理無理。ランダム性だからね。でも完全ランダムなのかな。秒数で決まってると思うんだけどな。こいつすら強い。で、4個目でもう爆弾出したらちょうど食らう。じゃあ回転率が上がる。危ね、超危ねえんだよなこいつの攻撃。結構紙一重で受けることが多くて怖いんだよなこいつ戦うとき。よし、これいい。パタ
ターンがないからね。パターンがないのが鬱陶しいんだよ。弱いっちゃ弱いんだけど、強いっちゃ強いんだよね、こいつ。よし、OK。で、次ね。トン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 のこの間に置いて、OK ってなるやん。これ見極めてボムを置いて、これ渡らんか、当たるね。よし、ラッキーで。ちゃんと敵の攻撃も見つつ、相手の動きも見つつ、この辺かな、で、こう。こう。これね、動き大事なんだよな。こう。こっちついてきてる。ついてこられると厄介なんだよな。こう。あ、ダメ、これ絶対当たらん。100% 当たらん。 100% 当たらんとき分かるもんな。こう。あー、それ当たらんのか。こう。あ、これ当たるかな。えい。で、こうよ。もう完璧。うわ、ノーダメージ危ない。よし、来た。ここかな。よーし、来た。ノーダメージ。あ、だね、今当たるよ。大体当たるんだけどな、こいつ動きめちゃくちゃ速いから。ここだな。さっき時間オーバーってなったもんな。だからもう死ぬ気で、うわー、え、今当たったやろ。死ぬ気の爆弾ね。死ぬ気爆弾。うわ、ずる。あ、ずるい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 ずる。一旦よし、ここまで近づいての爆弾をこういって、こう。よし、ギリギリまで近づいてのこう。うわー、こう。ああ、今。よし、これ当たる。マジかよ。端っこまで来てない。ギリギリで。よし、これ当たる。うわー、これは絶対当たるやろ。マジかよ。うわ、マジで？今の当たらん。また時間が。俺も死んじゃう。もうちょっと近づいて。よし、これ当たるやろ。ずるくない？なんで？ずるいなぁ。こいつなんで当たらんのやろ。よし、来た。さあ、ギリギリまで引き寄せていくよ。いいね、3分で終わったね。ギリギリまで引き寄せて。これ当たらんもんなぁ。すげえ引き寄せたんだけどなぁ。真ん中をやっぱぐるぐるした方がいいんだよな、多分。あれ、当たってない。なんで。俺が当たった。これ当たる。なんで。敵が出た時しか当たんない。ならこの辺か。わかんねえな、なんだこれ。やばい。
ね、残像にやってるんかな。関係ないな。こんだけ撃ってるのに当たんねえの？マジで？結構危険なことしたぜ。やばい。当たんねえな。なんでだ？うわあ。よし、来た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 。はっ。バイク乗りからのスタートしよう。まずはこいつの攻撃を見極める。何をどうしたら、ワオ、どうしたら当たるのか。当たんないね。なぜだろうね。これが爆弾に当たりそうなんだよな。影が出るときと出らんときあるんだよな。これ当たる、絶対当たる。マジで？わかんねえな。お、当たった。なんだ？止まった時だと思うんだけど、止まった時には当たらん時あるんだよな。あ、これいい。いいけど俺が死ぬ。わかった、これ止まってすぐじゃないとダメなんだ。止まってすぐに爆弾を当てるような感じ。タイミングが超シビアだな。あー、敵が出す時ぐらいに当てるのがちょうどいいね。あ、もしかしてあの歯車が、この歯車がもしかして相手の弱点じゃないよね。わかんねえな。
倒したー。わかったの作戦が、ここの端っこに置いてからの直線で待つ。ボンバーマンはついに伝説の秘宝を見つけた。この指輪をめぐって多くの争いが起こった。これまでも、そしてこれからも争いは続くでしょう。無法を求めて長い旅をしてきたボンバーマンだったが、この指輪は置いていこうと決めてそばを去ったのだった。何の冒険だったんだ。そして指輪は今も次の冒険者が来るのを待っている。この指輪のせいで戦争になるから、そのまま置いていくと。でもあのボスを倒さないといけないから置いておくと。いやー、難しかったなー。こいつの攻略法を見つけるのがめちゃくちゃ難しかったな。端っこに置いて、とにかく一直線上に逃げて、で最後の敵の攻撃を避けるみたいな、そんな感じやったな。いや、難しかったな。3時間ぐらいかかったかな、このボスだけで。3時間どころじゃないかもしれない。4時間ぐらいかかったかもしれない。とにかくもう、このボスと通常ステージ、通常ステージが多分1時間半ぐらいで、ボス多分3、4時間ぐらいだから、とんでもないっす。いや、でも楽しかったね。はい、ということで今回のボンバーマン GB2 はここまでですね。いやー、楽しかった。ただ難しかったね。まさか道中超簡単で、最後の最後の最後のボスはめちゃくちゃ難しいという、なんというアンバランスなゲームでしたね。いやー、面白かった。もう次はないね。よーし。